ロバート・ダンカンソン、ロバート・ S ・ダンクンシン、ロバート・セルデン・ダンクンシンもしくはロバート・スコット・ダンクンシン、1821年から1872年12月21日はアフリカ系アメリカ人の画家である。風景画を描き、ハドソン・リバーパの画家の一人に数えられる。ニューヨーク州、セネカ郡のフェイエットで生まれたアフリカ系アメリカ人の父親と、 スイス出身のカナダ人母親の息子に生まれた。アメリカ合衆国とカナダの国籍を有していた。1828年に家族はミシガン州のモンローに移り、兄弟と大工、ペンキ屋として働いた後、1838年に画家になるために当時、商業地として急速に発展をしていたオハイオ州のシンシナティに移った。肖像画家として働き、 1842年には3点の作品が新シシナティビジ術アカデミーの展覧会に出展を認められた。人種的な偏見からこの展覧会にダンカソンの家族が入場することは許されなかった。1845年頃からデトロイトでの仕事が多くなり、1849年に移りデトロイトにスタジオを開いた。1850年代には講演者も現れ、 1853年にはヨーロッパを旅し、ヨーロッパの風景画も描いた。南北戦争が始まった後、1863年からヨーロッパに4年間滞在した。アメリカに帰国後、多くの展覧会で評価されたが、晩年は精神的な病気の犯され、デトロイトで51歳で亡くなった。ありがとうございます。